トミーの兄貴が100キロマラソンしてる裏で俺が 42.195 キロ走ったら気づかれるのか。夜中の12時半、今からちょっと走っていきたいと思います。この豊洲を走るからめちゃくちゃ足痛い、足パンパンや、めっちゃ張ってる。なんか変化気づきませんでした僕の。はいどうも、兵庫の泣き席のイケメン慎太郎です。よいしょ。本日の企画なんですが、トミーの兄貴が100キロマラソンしてる裏で俺が 42.195 キロ走ったら気づかれるのか。よいしょ。はい、ということでですね、まあこれ実はもうこのオープニングは後撮りでして、もう実は終わった後なんですけど、この企画自体が。まあどういった企画かって言いますと、まあ僕ご存知だと思うんですけど、ミストマリボンドのトミーさんとね、こう一緒にシェアハウスをしてまして、で一緒に住んでるんですけども、そのミスターアイボンドのトミーさんが、トミーの兄貴がね、100キロマラソン走ると、明日だから俺100キロマラソン走るから、今日明日と2日間家の中おらへんから、ちょっと家のこと任すわって言われてるわけですよ。で100キロマラソンの日の朝、一緒に車に乗せて送っていただわけですよ。で兄貴頑張ってください、僕家のこと任してくださいねって言って送って、でその兄貴の背中を見た時にね、僕も走ろうかなと思って、なんかわからんけどちょっと走ってみようかなと思って、ちょっと面白そうやなと思って、これもいわゆる好奇心ってやつですね。ちょっとどういう風になるんやろうっていう走ろうということを決めました。で早速監督のところに報告しに行って、ちょっと走りに行っていいですかって言ったら、お、行け行け行けって言ったんで、ということで実は走ってきました。まあけどもちろん家のことをしっかりやりつつなんで、まあポテのお世話とか、まあ、家のご飯とかね、そういうのをしながら合間縫ってちょっと42キロ走ってみたんで、まあ、果たして42キロ走れたのか、こう家のことをしながら、そして伝えに行った時のリアクションはどんな感じだったのでしょうか。ぜひ見てください。ということで行きましょう。レッツマッスル。ちょっと映すの忘れてたんですけど、この通りまだスタートして60メーターですね。よし、今から走っていくぜ。余裕だぜ。トミーの兄貴はもう15キロぐらいに走ってるということで、負けてられないですね。俺も頑張るぞ。15キロ越していくぞ。見とけよ。走りたい。やっと10キロが経ちました。10キロになって、まあ経過時間は1時間20分ちょいなんかな、分からん。これ何分スタートになってるか分からんけど、あ、それで言うと僕所持金400円しか持ってきてないんですよね。しかも半袖なんですよね僕。で短パンで何も考えずに走ってきてるんですよ。だってすでに喉乾いてますからね。で時間も2時間ぐらい経ちました。でこうね、すごくねいい感じの駄菓子屋を見つけたんで、そこで早速400円使っていきたいと思います。こんにちは。はい、こんにちは。僕今ねフルマラソン走ってるんですよ、一人で。すごくないですか？動画撮ってもいいですか？ありがとうございます。キャラメルいいやん、10円の。これいいやん。キャラメルとかだってマラソン大会なんてよくもらってたもんな。これにしよう。これ2つだよな。これ2つな。お父さんまた、はい、マラソン頑張っていきます。はい、ウィー。おい、お父さん頑張っていきます。はい、応援してください。お父さん大好きです。あ、無視された。公園に着いたらキャラメルを食べたいと思います。公園に着いたんですけど、すごく嫌な坂、すごい嫌。着いたんですけど、何も見えへんかな、見ちゃうかな、これ川やん、しかもなんやねん、海を持ってきたら海ちゃうんかい。殿下の方とキャラメルを食べたいと思います。じゃーん、10円キャラメル。あ、いただきます。うわ、うまっ。うわ、うまっ。あ、やばいやばい、しょうか、ちびっこが走ってきてる。やばいやばい。うわ、よう走ったな。俺も今走ってんねん。お互い頑張ろうぜ。おいおい、じゃあな。俺もこっち。あ、一緒やん、一緒に歩く。うん、これ今な、マラソン走ってんねん。うん、 YouTube 撮ってんねん、 YouTubeワンピースおもろいよな。ワンピース17かな。あ、アーロンぐらいちゃん。俺次19か。19か。俺は100巻いったね。もうすごない。
俺100巻持ってね全部。おいまだまだお前ガキやだお前。欲しい。うん欲しい。欲しい。しゃあないじゃああげよう。これ半分仲良く食べよ。じゃあみんな気をつけてな。俺はまた帰らなかに歩いて走って。じゃあ送ったのしゃあない。今日じゃあ送ろ。送ったんですけども。いやーやっぱこういうのがあるからいいですね。てか寒すぎる。おい半袖やっちゅうね。15キロを超えました。15.83キロ。ということは大体約3分の1は超えてきましたね。はい、すごくいい感じです。たった今足の状態はすごく痛いです。なんなら足の裏まで痛くなってくるな。これちなみにこの企画なんですけど、タクに全然伝えてなくてですね、急に慎太郎が撮影でいなくなる人しか言ってないんで、あいつにどんなリアクションするのか、そして励ましてもらおうと思うので、よし電話したいと思います。もし出ない。ウェイ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 。ちょっとタクにね、やっぱ編集をちょっとね頑張ってほしいと。僕は今ちょっとね撮影でね手が離せない状態なんですよ。でその撮影の内容がですね、なんとなんと、はい、42.195キロ走ってみたってやってます。アホやん。いや励ますよ、そこアホやんじゃないね。アホやん。でちなみに今は、まあ、半分ぐらいまで来ました。え、そんな。ちょうどいつから走ってんの。3時ぐらいから走ってます。あ、そんなもんできんねん。そんなもんって言うなお前。すごさが半減するやろお前。3時からって3時間で20キロいけるんやね。ちょ4時間です。3時間半ぐらいです。ちょお前、まあ、あとちょっと頑張ってよ。全然元気出してくれへんやん。まあ、ということでとりあえずじゃあ編集ちょっと頼んでいいですか。ちょっといい、全然全然、はい、頑張ってください。力、じゃあタクも頑張って。はい、はい、ではバイバイ。バイバイ、ごめんね、ありがとう。はいはい、バイバイ。ちょっと元気出ました。やっぱりすっごい白状なやつでしたけど、ちょっと元気出ました。今まで何キロや。ワークアウトを再開しています。おう、わっ、電話で喋ってる時間でこれ時計進む距離止まるんや。えぐ、止まってた。恐ろしい。5分返せ。もう嫌や。マジで嫌や。4時間分のご飯イン。うん。うわ。待ってきました。痛。24.91を、だから25キロぐらいですね。これうるさいな。一旦休憩します。ふぅ、疲れた。ちょうど入り違いで神田君のおじさんの応援に行きはったので、僕はいやすごいな、これ生足みたい。今はポテトランニングしてます。なあポテで、今またちょっと用事があったんで自分の家に帰ってきて、その用事というのはお前の散歩と晩ご飯や。行くぞ。はい、ということで豊洲ピットに到着しました。でですね、まあここでここはちょうど50キロ地点になるんかな、50キロ地点になるみたいなん でちょっとそこで僕たち応援するんですけども、まあ顔は疲れてないと思うので、もう髪の毛はそのまま来ちゃったんで時間なくて、まあバレないと思います。ではちょっと合流したいと思います。はい。トゥースピット、トゥースピット来たよ、俺らの。行きます。行きます。頑張れ。頑張って。体がやっぱちょっと動かなくなってくる。次80キロ地点でみんなでね、向かいましょうか。ちょっと何あるか分かんないから、逐一連絡取りつつ。はい、夜中の3時、じゃあ12時半。今からちょっと走っていきたいと思います、このトゥースを。走るぞ。うわっ、ちょっと時間置いてから走るからめちゃくちゃ足痛い。足パンパンや、めっちゃ張ってる。見えるかな、めっちゃ綺麗。いや、みんな帰ったらもういっぱいと。すっごいいろんなカップルおって気まずかった。今日歌ってしまった、ついつい。
今3時半ぐらいなんですけど、37.72キロ。今日は一旦ここでやめたいと思います。明日朝また早く起きて、いろいろポテトの幼稚園とかあるので、それも送らないといけないので、して頑張りたいと思います。はい、ということでですね、2日目になったんですけども、今日足はさっきちょっとスーパーとか行ってたんやけど、えぐいです、マジで。あの足の裏も痛いし、足の甲も痛いし、お尻も痛いし、太ももです、全部痛いです。それぐらいかなりしんどいですけど、残り走り切りましょう。なんと距離が40キロ達成しました。40台初めてだった、やっと40台、夢の40台。マジで足痛い、全部痛い、頭おかしくないぞ。僕は2キロマジで飛ばしていきたいと思います。あとはもう走るぐらいの気持ちでいきたいと思います。しゃあ、42キロいった、あと 1.95 キロ、 42.195 キロ、やんだ、あと 1150m や、見とけよ。あと 50m、 あと、あ、あ、達成した、ありがとう、やっと達成した、いや、やっと終わった、 42.195 キロ、疲れたけど、いや、なんとかなった、よく頑張った俺。足やばいっす。足死んでます。いや、それやってポテト迎えに行って、はい、今日豚まどでした。急いで残りの5キロぐらい走って、ありえないぐらいさ、混んでたわけでしょ。そうですよ、あの死ぬほど混んでました。あの、まあ車の中でも話してたんですけど、見た感じ全然気づいてないですね。で、この後晩ご飯をこうね、お疲れ様でしたって言って、あの1時間ぐらいかけて手作りのスペアリブ、もうそれを僕は今日は逆に僕が作ってあげようと思います。で、その前にまあちょっとちらっとネタバラシできたらなと思います。では、果たしてどういう反応するのか、お楽しみに。慎太郎のチャンネル初めて。いや、そうですよね。寝てたの？寝かけてました。ギリギリ。一番危ない。疲れてますよね。一番危ないって、飯食う前に寝ちゃうくらい。いやー、すごいですね。元気かな。いやいやですね。いや、元気かな。今日は、はい、お疲れ様です。いやいやいや、今日お疲れ様です。ごめんね、チャンネルに出てあげれなくて。いやいや、なんか初めてですからね、僕のやつに。確かにそうだね。すごい、なんか感慨深いですね。確かに感慨深い。今日は何ですか。はい、今日はですね、あのまあこの晩ご飯を食べる前に、うん、一つやっぱお伝えしたいことがありまして。何？100キロマラソン走ってはったじゃないですか。うん、なんか変化気づきませんでした、僕の。え、慎太郎の。はい、言って2回ぐらいしか会ってないんで、あの50キロ地点と100キロ地点しか会ってないんで。100キロ地点も実はあれはほんまに渋滞してました。うん、え、わかんない。わからないですか。うん、じゃあちょっと見ていただいていいですか。うん、見てほしいものがありまして。何？ちょっといいですか、じゃあ。うん、何してんの？え、どういうこと？あ、よし。え、ちょっと待って。はい。よし。え、これいつ？これは、これ最近？これ今日ですね。今日？はい、今日の今日のお昼頃ですね。フルマラソン走ってたの？そうです！フルマラソン走ってきました！おかしいでしょ。え、フルマラソン走ってた？フルマラソン走ってきました、この2日間で。え、すごっ。喜んでください、僕もっと。いや、なんで喜ぶんじゃない？なんで喜ぶ？僕は泣かせにかかってたんですよ。なんだ泣いてないじゃないですか。どういうことだから、なんか僕、ふと思いついた。つながりがないのよ。まあ、確かに、つながりがない。つながりがないのよ、そこ。フルマラソンしてきました。いや、おもろいね。君。だから、バレずに
走れるかって検証してます。俺100キロ走ってたからバレるわけないだろ。おかしいだろ、100キロ走ってる人の勝手で42キロ。いやいやいや、死にそうになりました。だから余計気持ちわかりました。42で行ってくる動くやばいでしょ。やばいです、もう足動かないです。じゃあもう全員今日走った後なんだ。はい、あ、だから僕一斉も30ぐらい走ってる。結局すごいですよね。え、じゃあもう豆とかできてるの？豆ギリできなかったです。じゃあ筋肉痛もね、どんどん。いや、そんな、楽みたいな感じやめてください。その程度か。いやいや、違います。僕めちゃくちゃしんどかったんですよ。足の裏も。腹筋も痛いですから。いや、気持ち分かりましたもん、車の中で。腹筋痛いんだよなって言って、間違えて、分かりますわって言いましたもん。分かってもうてる。けど、だよなって言ってくれたんで、おー、危ねーとか思いながら。いや、俺もう、頭が欲しかった、こうやってやってたのね。危なかったです。あ、そうなんだ、はい。それでさっき腹筋させてたんだ。腹減ってんのかなと思った。全然お腹減ってない。めちゃくちゃ減ってるから。腹減ってんのかなと。めちゃくちゃ死んだっす、今。あ、そうなんだ。鬼や思いましたもん。あの、何回も上にちょっとなんか取って。いや、だって、それはしょうがない、ね、だって動けないから、そうなんですけど動けない。じゃあ、俺のことさ、肩貸してさ、はい、あ、痛い、ちょっと使えないっていうのが死にそうな。いや、それはそうなんだ。慎太郎に運んでもらったら、俺も今立てないから、はい、かじゃあもう今、今日みんな疲れてんだ。はい、まあ、っていうドッキリをしてました。ドッキリな、ドッキリな、ドッキリというか、もうサプライズですね、僕のプレゼントです。プレゼントこの動画のプレゼントです。あ、そうなんだ、はい。料理の方が嬉しい。料理は嬉しいよ、すごい。いや、こんなん2時間あったらできます。僕いつでもやります、こんなんやったら。でもみんなで同じなんか苦労をしてたのはなんかいいね。確かになんかいいですね。みんながなんかこの走ってたっていう日なのはなんか、はい、なんか嬉しい、ね、確かに。まあそれは僕らなんかまだ全然マシですけど、100キロに比べたら。いや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 、全然そんなことないけど。いやいや、まあという感じでした。という感じでした。という感じだった。急に知らなかった。そうなん、どういうことって普通思ってる今の。いやいや、頑張って走ったんです。僕、あんま寝てないです。あんま寝てないです。お前あんま寝ずに頑張るんです。もう頑張るためにめっちゃしますよ。全然感じないんで。でもそうだよね、だって、はい、いろんな動画も撮りつつ、そうです、これもやってたってでしょ。はい、ポテノースヤもしつつ、うん、ありがとう。しかもだって、じゃあ迎え来てくれたんだ。車も、俺のこと車も運転しました。で、俺のこと担いで、はい、やのに混んでるの嘘やろって言われて。混んでるの嘘やろって言われてた。言われてたわ。混んでたとか言ってたから、はい、だってなんかそのウームの人にその遅刻するときに俺の横でどうします兄貴っもう間に合わないですこれって言って、じゃあもう、もう渋滞したことにしましょう。言わないでくださってたから、あ、じゃあもう今日渋滞してねって言われたら、あ、その手使ってんだなって思う。違う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 、使ってないです、ガチですから。あれえ、それでこれは、これは作ってくれたんですか。これは作りました。いいで、食べよう。はい、まあこれはまた別の動画で。これは別の動画なんですよ。僕はもう 42.195kg 走ったのをこすりにこすりまくるんで。これはインクルードにしようよ。いや、ダメです。僕は3本立てぐらいで考えてるんで。これは俺の動画にしよう。で、ダメです。3分しか。ダメです、僕の借金の。3本ダメです。3分しか。僕のやつがギュッてしちゃうじゃないですか。僕はここ20分ぐらい使おうと思ってるなぁ。なんかいいっすよ、めっちゃ体力あったよね。部活やってたから、まあ、あ、まあ部活やってたからもあるんで。機材もしょってたもんね。確かに、うん、それはすごい。めっちゃ走った。あんま伊勢くんを上げないでください。僕が忘れます。確かに僕が忘れます。だってまたこうやってコメントで伊勢くんすごいってなるんですよ。話したら何の話ですかこれ。何の話、なんで伊勢くんの話になるんですか。僕が42で走ったらない。うん、他に選択肢なかった。なんかその、あ、他の選択肢はその100キロ走る、はい、兄貴を応援せなってなった時にこう。ありました、ありました。あるやん、候補が。何何、うん、なんか42.195kg 食べるとか。だから違う、俺100kg なのよ。あ、そっか。42.195kg 食べる。なんでフルマラソン分食べるって。大食いするとか、はい、いや、それで俺が喜ぶっていうのそれは意味わかんないわ。いや、喜ぶから。いや、俺が 100kg 走ってお前 42.195kg の唐揚げとか食べて、俺が、はい、いや、お前マジでいいやつだわ。ならないですよ。ならないだろ。普通にこっちの方がいいって。いや、こんな、いや、確かにこれも僕吐きそうになりながら作ってました。なんで吐きそうになりながら作ってました。かわいそうや。もうあの、フラフラやったんだ。いや、でも俺はでもなんかその俺がその、はい、ここでなんだろう、俺自粛生活、自粛だったから生活が、はい、で、その時の生活がその世に出せるようになるのは普通嬉しい。まあ、そのご飯作ったりするのが世に出たり、はい、3人でだって俺思ったけど、この間一生とも話したけど、ほぼこの期間
一人でご飯食べることになんなかったんだよね、確かに。確かに絶対なんかさ、なんかまあいろいろあって孤独になっていく可能性もあったけど、なんかそれもなかったし、なんかそれはなんかここの場がすごい良かったなと思うけど、これはなんかすごい嬉しいなとは思う。いや、ほんまに。でもお前がなんかそんな変なやつだとは思わんかった。変なやつじゃないですよ。こんな人と一緒にいたんだ。いやいや、どんどんいてください。こんな人と一緒になんか過ごしたんだ。いやいやいや、大丈夫です。僕めちゃくちゃ真面目ですから。いや、なんか自分で堂々と言うやつ。食べますか。はい。食べよう。はい。では。いただきます。いただきます。ありがとう。いえいえ。